親戚の家で2階に上がっていく階段が C の字に曲がってる。要は上がりかけて一旦曲がり、そのまま上がってって上でさらにこうこっちへ曲がってくるっていうね。これ良くないんだってあんまり。うん。その C の字に上がる、もちろんその頃はそんなこといい悪いは知らないからさ。うん、その階段がでも俺面白くて、それをこう上がったり下がったり上がったり下がったりして遊んでたんだけど、そこのじいさんが、うん、おい危ねえぞお前階段で遊ぶなダメだ階段で遊んだらっていうのをやたらと厳しく言ってくる人だったのよ。で俺、まあ階段だから転げ落ちれば怪我もするし、うん、危ないよな、うん、それは危ない危ないと思って、ある日俺と同い年の男の子がいるから「階段で遊んじゃダメなのかな」って言ったら「うんダメだよ」って言うんだよ。うん、ダメだよってお前一緒に昨日も一昨日やって遊んだじゃねえかって言ったら、うん、本当はダメなんだよって。なんでかって言うとねって。うん、板張りの階段だからね。ね。横も縦も板よ。板よ。ね。はい、なのに、そこをこう上がってる最中ではなく、下ってる最中、一番下から3段目ぐらい、4段目だったかな。4段目だったかもしれない。うん、そのあたりで、足首グッと掴まれて前に倒れるっていうんだよ。うわこの階段は危ないんだよっていうんだよ。イエスだって言ってたの。いや、本当なんだって。僕ほら、ここ膝、両膝ともかさぶたがあるでしょって。これこの間そういう風になって転んだんだよって。へー、そうなんだって。でも俺はもちろんそんなこともなく帰ったよ。俺渋谷に住んでる頃だから。はい、うちのアパートってのは何回も言う通り玄関ガチャッと開けると前にこう斜めに切った鉄階段が向こう側にこうあって、うん、それで上がっていったところはもちろんこの2階に住んでる人たちの方へ行く方と、逆に向こう側へ行くと物干し場があったんだよ。よく俺その上にいた佐藤さんっていうお宅があって、このお宅に可愛がられたんだわ俺。はい、それで「まっちゃんそこにいる？まっちゃんそこにいる？」って上から呼んでくれて。いるよって言うと、リンゴをあげるから取りにおいでってよく言ってくれて、なんでかわかんないけど、リンゴやたらもらったんだ、俺。うん。で、ある日、その親戚の家に行った後で、俺もうはっきり覚えてるんだよ。親戚に行った何日か後に、佐藤さんのところでリンゴもらって、両手にこうやって2つ持って、こうやってこう降りてきたさ。降りてきたら、途中で持って、ガッと足首掴まれて、前にバーンってそのまま倒れて、うん。顔から行ったからね、あれ。え、それ C 型の階段ではないんですか？それはもうまっすぐ上がっていく階段で。まっすぐ上がって、上がりきったところで、左行ったら物干し場、右行ったら、この、右の2階屋になるんだよね。はぁ。形状関係なくそういうのはいるんですね。いたんじゃない？だから。俺、まあ、近々この階段での、もうちょっと長い話をするけどね。ああ。のことがあって。だから、あの時、俺はじいちゃんの言うこと聞かないと思って遊んでたから、ここへ来たのかなと思ったもんね。ああ、同じものが。うわー、すげえ。